建設中の栄川運河橋栄川運河橋は、山口県宇部市の宇部港栄川運河に架かる、宇部湾岸道路の道路橋。2011年8月21日に開通した、宇部湾岸道路を通し、山口県宇部市城田町の栄川運河両岸を結ぶ。宇部市臨海部の工場群を通ることから、土地制約が大きく。 また、エイカー運河の航路を確保するため少ない橋脚で、架橋できる形式を選定する必要があり、S 字型曲線活行とコンクリートの複合構造の、シャバリ橋という形式が取られた。日本国内では、葛飾ハープ橋に次ぐ2番目となる、S 字型一面釣り曲線シャバリ橋であり、複合構造の S 字型曲線シャバリ橋としては、国内初である。主塔の高さは、 海面から100メートルあり、宇部市の新たなランドマークとなっている。宇部港栄川運河周辺は海岸に近く強風の影響を受けやすいため、首都の設計時には九州工業大学の協力を得て、風洞実験を実施しており、橋梁の両側には風を上下に受け流して、揺れを防ぐためにフェアリングを設置している。 山口県のホームページやパンフレット等に掲載されている完成予想図では、主刀の色は白となっているが、実際には防錆用の金属塗装が吹き付けられており、灰色の塗装となっている。共鳴版は、久保田講師宇部市長の記号により制作された。ありがとうございます。